第3試合プレリミナリーファイトクラッシュバンタム級3分3ラウンド。さあ10代同士の戦いになります。埼玉県川口出身の滝山、そして福岡県福岡出身の総打力。さあ石川選手、石川さん、はい、この両者10代対決ということで。そうですね、はい、もうね、2人とも、ね、センスも非常にいいファイターなので、はい、滝山選手、ね、まずね、前回の試合のハイキックでの KO 撃は非常に衝撃で印象的でしたよね。右のキックのバリエーションが非常に、おっといきなりハイキック、そしてローいいですね、はい、そのやっぱり倒した感覚は残っていると思うので、はい、今回も、ね、どのタイミングで出してくるか注目してますね。さあローキックからおっと合わせていった、赤の相田ちゃんと見てますね。さあ前蹴りもかわしてきました。さあボディからここもボディ合わせていった。本当そうだったんですね、あの動きが非常に、攻撃も動きもシャープで非常に綺麗ですね。今回のアピールポイントとしてはスピードを見てほしいということですね、赤の相田が語っています。対して青のですね、滝山はフィジカルとパワーで勝つと、この2つ自信があるんですよということを語っていました。2つも綺麗な戦いがしますよね。そうですよね、はい、さあボディに一発、そして今度はワンツー、集中しろ集中しろ来るぞ、おっと今度はロー、青の竹山がローです、2連発。相田選手ね、本当にあの目が良くて、はい、綺麗にパンチを打てるので、このフック、竹山選手の、ね、瞬発的な攻撃、あとリーチがあるんで、はい、はい、伸びてくるからそこはしっかり気をつけた方がいいですね。さあハイキック、そして前蹴り、いいですね、あのハイキック、滝山選手ハイキックどのタイミングでも出せるように磨いてきてますよね、はい、まあ、とにかく蹴り技主体の戦い方ですというふうに。おっとここでミドル当たったのが青の滝山です。蹴り分けが非常にいいですね、右のキック、ハイキック、あっと今右、これは何とか、はい、顔面にハイキックによってちょっと注意を、あっと今のは右、これはスリップですかね、ダウンではないですね。さあサウスポーの赤の相談、オーソドックススタイル、青の滝山の戦いです。ボディ、いやお互いに本当に今、うん、集中力高くないと一撃で倒されてしまうぐらいの、お互いの的確な攻撃力がありますね、はい、すごいこうピリピリとしたのはこちらまで立ってきますね、はい、バンタム級とはいえね、もう本当にしっかり一撃で倒せるだけの技術を2人とも持っていることをこの時間で証明してくれてますね。さあ前蹴りで距離を取った、そして飛び膝、青の滝山、しかしじりじりと距離を詰めていくのが相田、おっとここで右、うん、相田選手のタイミング、パンチのタイミングをね一瞬ずらしてとかしてね、そうですね、はい、近くからパンチを当てたりとかしてるように知ってるし。さあボディ、逆に滝山選手はね、この B のキック、ミドルだったりハイキックだったりうまく蹴り分けながら、はいはい、どっちのタイミングを狙ってるように感じますね。一発をお互い、はい、その一発を狙ってますよね。さあ残り時間10秒、さあミドル、ミドル、あーここで1ラウンド終了です。終了、石川さん、なんかのプレミナリーファイトとは思えないぐらいですね、はい、本当ですね、すごくこう、技術戦ですね、はい、この、相田選手はパンチ、はい、滝山選手は蹴りを狙っているんだけど、その流れの中で狙ってるから非常にうまいですね。なるほど、はい、確かにそうですね、攻防の中でちゃんと、自分がベストなタイミングで出せるところを狙っているので、はい、だからお互い本当に集中力高くしていかないと一瞬の迷いだったり気の緩みが、クリーンヒットにつながってしまうので、本当に一発で勝負が決まりますよね、はい、そうですね、はい、このあたりも先ほどプレイバックがありましたが、あの青の滝山の右がクリーンヒットしたかと思ったんですが、はい、それが倒れませんでしたからね、倒れますね、はい、セコンド滝山選手は、リーチがあるので、はい、身長は一応データで同じなんですよね。同じなんですよね、はい、さあ第2ラウンド、ラウンド2、さあ今第2ラウンドスタートしました。やはり蹴りできたハイキック、これをかわしたそうだ、
さあ先ほどと同じように距離を潰していくのか赤のソーダ。そのパンチで、ね、入ってくる、ソーダ選手に対してこの片足立ちになってしまう蹴りを対応する竹山選手、はい、リスキーではあるんですよね。どうしてもその、おっと今押していったタイミングによってはどうしてもね、効いてなくてもタイミングによってダウン取られてしまうことがあるので、でもそれでもね、しっかりそれだけちゃんとこんだけ蹴れるということも自分の蹴りタイミング距離感自信持ってるからこその、この蹴りの連打素晴らしいですね。竹山選手、はい、確かに、まあ、フィジカルとパワーにはたっぷり自信があるということを言っているのが青の竹山です。あっとここでハイキック、しっかりガードした、うん、ミドルハイ、そして今度は右左連発。いや今の蹴りのバリエーション流れ非常に良かったですね、蹴りミドル膝蹴りハイキック。しかし赤コーナーのソーダしっかり見ていました。そうですね、ソーダ選手はしっかり目がいいですね、はい、的確なクリーンヒットは許してないですけどね。そうですよね、はい、さあハイキック伸びてくる、伸びますね、はい、あっとタイムストーン。これはやはり急所に入ってしまったんでしょうかね。大丈夫ですか、ローブローですね。どうしてもこのオーソックとサウスポーで、はい、入りやすくなってしまいますよね、はい、ここで言うところですけど、アメリカにしっかりスポーツ選手としっかりと回復させて集中力をしっかり戻した上で非常にいいね、あの思想ゲームの展開が、ね、繰り広げられているので、ちゃんとしっかりした状態でリスタートみたいですね。ここまで両者ともに素晴らしい戦いを見せてくれてますからね、うん、はい、さあ赤コーナーの相田力がサウスポースタイルです。そして青コーナーの滝山優斗がオーソドックススタイル。どうしてもねこのねローブローの中段っていうのは、うん、お客さんにとってはちょっと、たるんでしまう時間ではあるんですけどね、まあ、本当このねファイターにとっては本当にこのローブローが効いてるというのは、まあ、ボディが効いてるのはまた違うんですけど、とにかくどうしても、ね、力が入りにくくなかったり、入りにくくなくなってしまうので、ね、ちゃんとここはパンチをするにも、はい、キックをするにも、ね、試合を再開します。さあここで2ラウンド1分39秒から試合が再開しました。さあハイキック、これが押した、一気に前に出るのが青の滝山。再開後もお互い、はい、変わらずに火花が散ってますね。さあしっかり相談を見ています、目をそらしていません。さあこれワンツー、ここで飛び膝、そしてコーナー、ここでコーナーを背にしたのが赤コーナーのソーダ、なんとか回ることができた。この竹山選手もね、あの蹴りでしたい戦うからもいや、このパンチで触れるってのが魅力的ですね。なるほど、はい、さあここはあーっとまたもやローブローでしょうか。ただいま青コーナー滝山選手のローブローにより試合を停止しております。ローキックを、ね、狙うとどうしても入ってしまいますよね。どうしてもね、右とオーソドックスサウスポーのこの距離がこの時ですよね、やはりどうしても入ってしまいます。さあ第2ラウンド2度目の中断になりました。そう、同じラウンドで2回目っていうのは結構ね、あのダメージに近い、はい、衝撃になってしまうんですよね、ローブローは。とはいえね、あのお互いこれはアクシデントとして受け止めた上で、うん、まあ、わざとやってるわけではないですからね、両者、はい、どうしてもやはりサウスポーとオーソドックスの戦いの時には起こり得る現象です。青コーナー滝山選手にローブローにより注意が与えられます。試合を再開します。時間1分、残り時間58秒を切っています。さあ赤のソーダ、さあロック、パンチ連発、右左打っていきました。さあどんどん前にじりじり詰めていくのが赤のソーダ、そして一発ストレート、おっと右だ、どうだ今の右は。まあですね、この 1,2 ラウンドこれまでの展開でも、はい、何回かああいう場面が、交錯する場面あったんですけど、今が出ましたね。今のは素晴らしいですよ、はい、この、うん、ローブロー2回からの再開のところでしっかりと集中力高く、さあ左右、さあソーダが前に出る、しかしそうはさせないと滝山、ここは距離を取りたい滝山、ワンツー、しかし中のソーダもしっかり見ている、これはハイキック、
しかし倒れなかった。そうだ、左、ここで第2ラウンド終了です。第2ラウンド終了。さあ第2ラウンド2度ローブローが入ったんですが、ローブローがソーダの方がこう力がすごい上回ったというか。そうですね、はい、攻撃逆に集中力高くしっかりと、はい、ダウンを奪いましたね。右のクロス、はい、右のキックですね。うまくヒットさせて一瞬脳を揺れさせたっていう。そうですね、竹山選手はすごくダメージが、はい、あるわけではないとは、フラッシュダウンくらいの揺れ方だとは思うんですけど、とはいえダウンを取られてしまったマイナスを取り返すためには倒さないといけない。そうですよね、3ラウンドどういうふうにするのか、ファイナルラウンドです。3ラウンド目、盛り上がると思いますね。そうですよね、はい、ただなるべく距離を取って戦いたい竹山にうまく近づいてインファイトのこのソーダ。さあファイナルラウンドどう出るんでしょうか。17歳の総打、今18歳です。さあファイナルラウンドスタートしました。プレリミナリーファイト第3章入って、そしてこのワンツ倒れませんね。竹山選手はハイキックが非常にいいです。ここね、どれだけそのあのハイキック、さあここで竹山連打、総打選手のパンチを引きつけて出せるとね、カウンターでバッチリ当たるんですけどね。なるほど、はい、さあここで前に出た。これまでとはちょっと竹山戦法を変えてきたんですかね。そうですね、ちょっとパンチを多用してますよね、はい、これまでの蹴り中心の技よりも。そこから確かにこれパンチのパンチを出すことでパンチの打ち合いを誘発できるので、ここでハイキックをつなげれば足が長いリーチもあるんで、ここは飛び膝、これを通した。ここで前蹴り、さあ2ラウンド目とは違ってパンチを主体にした技、攻撃を仕掛けてくる竹山青。さあ前蹴り、一度距離を取りました。本当総田選手が冷静ですよね。どんだけやっぱこの竹山選手の蹴りだったり、蹴りからの伸びてくるストレートとか膝蹴りとかね、結構時によっては荒っぽく入ってくるんですけど、そこで常にこのしっかり、自分のガードを固めたまんまパンチを合わすことができているので、非常に冷静でブレないメンタルが素晴らしいなと思います。ここでもしっかり、あっとここでワンツー入った、しかし倒れません。そうだ、これは空振り、前蹴りからここでワンツー、ちょっと話が出てるが、そうだここで連打連打連打、本当に徹底して戸田選手は、はい、竹山選手の右ハイキックをガードしますよね、うん、絶対に左のガード下げないですよね、素晴らしい。さあ飛び膝、本当それぐらいね、前の試合の竹山選手のハイキックは印象的だったんで、はい、そこを徹底的にガードしてますよね。そうですね、はい、さあここはどうだ、さあ間もなく残り時間1分というところ、アンカデミー飛び膝、さあ残り時間1分、でもあとまだ1分ありますけどね、ありますね、はい、その竹山選手はこのやっぱ、ね、ハイキック一発がありますから、まだまだ分からないですね。本当総打選手は自分の、ボクシング技術、目の良さに自信を持ててるからこそですね、ずっと冷静さを保てて、ストライクが入った、やはりガードを左のガードをね、はい、固めてますよね、うん、あっとここでちょっとふらついたか、青竹山一気にいった、一気にいった。さあ残り時間30秒切っている、ここで前に、さあそうだ、ここで飛び膝まとめることができるからね、ちょっと今効いてますからね竹山選手。さあ残り時間15秒です。さあ残り時間10秒、ここで一気にラッシュ、前に出た前に出た赤そうだ、しかし青の竹山を負けていません。ここで試合終了、試合終了。さあ判定入ります、安定に入ります。さあお互いすごい気持ちの強さが見える試合でしたね、そうですね、全体を通じて総打、選手の冷静さ、あと目の良さ、そこに対しての自分自身への自信というものが非常に、僕印象的でしたね。なるほど、はい、判定結果をお知らせいたします。ジャッジ岡田29対27、赤ソーダ。まずはソーダ。ジャッジ豊永30対27、赤ソーダ。
ジャッジ中の29対27赤ソーダ判定に結果により勝者赤ソーダいけ3対0でソーダ力が勝ちました。ソーダ選手にはトロフィーが贈られます。第3試合クラッシュバンタム級のこの試合を勝利へ飾りました。なんとかその蹴りを封じ込めました。はい、徹底してね、竹山選手の右のハイキックを、はい、ガードしてかつ自分の冷静な的確な、動きを選手対象蹴ることができましたね。ソーダ選手素晴らしかったです。そうですね、はい、これで6戦して5勝1敗になりました。ソーダ歴17歳今後に大いに期待です。